金子美藤は埼玉県匹郡小川町の有機農業家、特定非営利活動法人全国有機農業、推進協議会理事長、小川町議会議員。300年続く農家の長男として生まれた。高校卒業後は家業の農家を継ぎ、1968年に農林水産省農業者大学校に第1期生として入学。在学中、 一楽テルオから指導を受け有機農業を始める。1971年に卒業後、就農してから1975年には消費者との提携を10個回避制を始める。1982年には有機農業の種病交換会を始めた。消費者30件とお礼制で提携。1999年から小川町議会議員として2019年まで国旗、務めた。 2015年秋には、有機農業の先駆者として国内外から研修生を受け入れて技術を継承し、集落全体を有機栽培への転換につなげたとして、王樹宝賞を受賞した。2016年11月、アクティビストチーム、マザー・アースの一員として、環境省、繋げよう、支えよう森里川会プロジェクトアンバサダーに任命される。マザー・アース繋げよう、 支えよう森里川会プロジェクト第132回、金込みと NHK ファットブルータスナンバー677、2009年12月15日発売、マガジンハウス。ありがとうございます。